ここのの動画はは提供でお送りしますこんにちは今日はこちらにあるディスクリート部品だけでオペアンプを作ってみますなかなかですねこういったオペアンプを一から作るという機会はないかと思いますので今後オペアンプを作る際の参考にぜひしてみてください。オペアンプといったら通常こういった IC パッケージの中に全ての回路が入っています。 そこへ抵抗などを使った外部回路を接続することによってオープンアンプを簡単に使えるようになるわけですこれは反転増幅回路です では実際このオペアンプの中身の回路がどうなっているかというと中身は基本的にトランジスタでできていますシリコンウェハーの上にトランジスタが数十個載っていますそのウェハー上でトランジスタ同士を接続することによってオペアンプを作っていますではその中身の回路をどうやってトランジスタで作るかが重要です実際にオペアンプのデータシートを見てみると中に回路図がしっかりと書いてありますこんな感じです例えば TI の LM741 です データシートを見てみると丁寧に回路定数も書いてあります。これを真似すれば基本的に誰でもディスクリートのオペンアンプを作れます。ただこの回路を見てみるとトランジスタを20個も使っていて少し複雑な回路になっています。なのでもう少し簡易な回路だけれどもオペンアンプとしてしっかりと動作するそんなものを今日は作ってみます。早速ですが試作してみます。今回はブレッドボード上で組みます。 トランジスタは合計で12個、ダイオードは2個です。それプラス抵抗を数本使います。こちらのトランジスタですが、電子工作ではほぼ全ての人が触ったことがあるであろうトランジスタ 2SC1815 と 2SA1015 です。ただし、オリジナルの東芝のものではなくて、セカンドソース品になります。NPN トランジスタの 2SC1815 はセントラルセミコンダクター製。PNP トランジスタの 2SA1015 はオンセミ製です。 いろいろ飛ばしましたが、ブレッドボード上でオペアンプを作ったので、これを実際に動かして波形を見てみます。ちなみに後で回路図も出して解説します。このブレッドボード上にオペアンプを作って、さらに反転増幅回路を組みました。こちらです。 これが自作のディスクリートオペアンプそして反転増幅回路の接続にしています倍率は10倍に設定しました電源電圧はプラスマイナス1 5ボルトですでは実際に電源を入れてオペアンプが問題なく動くか確認してみます こちらの黄色の波形、チャンネル1、入力電圧。そして赤色の波形、チャンネル2が出力の電圧です。オシロスコープの波形を見てみると、信号はちゃんと反転しています。そして、振幅を見てみます。この部分ですね。入力電圧のピークピーク値は 1V。そして、出力電圧のピークピークは 10V になっています。ですので、こちらのディスクリートオペアンプ、しっかりとオペアンプとして動作していますし、反転増幅回路としても問題なく動いていることが確認できました。 ちなみに入力電圧の振幅をどんどんと大きくしていくと。出力電圧はこのように 14v 付近でクリップし始めました。これは電源電圧がプラスマイナス15ボルトで動作しているからです。なので、いくら頑張って倍率の高いオペアンプの回路を作ったとしても、このように電源電圧以上には増幅できません。 この回路が今回作ったディスクリートオペアンプの回路です。抵抗が2つありますがこれは反転増幅回路を作るための外部抵抗ですね。あとはこれが負荷の抵抗です。そしてこの部分がディスクリートのオペアンプです。回路は大きく分けて4つブロックがあります。これが入力弾の回路。これが電圧増幅弾。これが出力弾。そして最後基準電流源のブロックです。 まず入力段は作動増幅回路です入力が2つあってそれぞれがトランジスタのベースの端子につながっていますそのの電圧の差分を増幅します上のトランジスタについてはこことカレントミラーのペアになっていますで実はこの3つトランジスタありますがここトランジスタではなくて抵抗でも動くことできますですけども今回はトランジスタを3つ使うという少しリッチな構成にしましたこちらの電圧増幅段はエミ エミッタ設置増幅回路にしています入力弾の作動増幅回路だけだと電圧の増幅は小さいですなのでエミッタ設置回路を使って電圧を増幅しますこの高弾の出力弾のトランジスタにもベース電流を供給しますここに位相保証用のキャパシタを入れています このキャパシタがないと動作が少し発進気味になります位相余裕が足んないですねトランジスタをしっかりとドライブするためにここにカレントミラー回路があります出力弾は B 級プッシュプル回路です実際には AB 級の動作にしていますここにダイオードが2つ入っています この2つのダイオードの順方向電圧が出力段にあるトランジスタのベースエミッタ間の電圧になりますこれで ABQ の動作になりますこの出力段については電圧増幅はしませんその代わりに電流を増幅します結果として電力を増幅できるわけです熱暴走防止と出力電圧を制限するためにここに抵抗を入れていますそして最後基準電流源の回路です ここにあるトランジスタにバイアス電流を流すための基準電流を作っていますこのパスで基準電流が流れます基準電流の値はここのベースエミッタ間の電圧とこの抵抗値で決まりますそしてその基準電流をここにあるカレントミラー回路で そのバイアス電流をこちらに流しているわけですなので入力弾の作動増幅回路そして電圧増幅弾のエミッタ設置増幅回路をしっかりとバイアスできるわけですちなみに先ほども説明しましたがこの基準電流源とカレントミラー回路を使わなくてもオペアンプは作れますここにあるトランジスタを全て抵抗に変えるだけです ただそれだとオペア,アンプに加わっている電源電圧が変わった時にバイアス電流も変わってしまいますなのでこの出力電圧がクリップしたりうまく増幅できなかったりします今回は電源電圧が可変でも動作するようにしたかったので基準電流源とカレントミラー回路を使いましたここの基準電流源の回路ですがもっと低電流性の高い回路もありますのでぜひ色々試してみてください色々なやり方があるかと思いますちなみにこのカレントミラー回路 こちらのトランジスタに全部同じ電流を流したいわけなんですけども、実はそうはいきません。というのも、このトランジスタの特性が全て揃っていないからです。完全に特性が揃っている場合は同じ電流流れてくれます。ですが、それはかなり難しいです。同じウェハーで作っていて、隣にあるトランジスタで、まあ、ようやく特性が揃うかな、くらいな感じかな、といったところです。 それでこのの部部分がオペアンプの内部になるわけですここに抵抗とフィードバックの抵抗を加えるとここが1キロでキロオームですここまでオペアンプ内部の回路についてもざっくりと解説してきました次はもう少しオペアンプの動作を実験しながら確認してみます以前アナログデバイセスのスポンサー案件で使った USB オシロスコープを使ってこのディスクリートオペアンプのボード線図を書いてみます これは入力電圧と出力電圧のボード線図です。まあ悪くないかなといったところですね。100kHz くらいまでは問題なく動いているかと思います。ディスクリートオペアンプにしてはなかなかいい性能ではないかと思います。このボード線図を見てみるとかなり特性はいいんですが、実際の波形を見てみるとそこまで特性良くないなっていうのが分かりました。特に周波数が高い時です。 周波数は 10kHz。入力信号はピークツーピークで 1V の大振幅です。それを10倍に増幅しています。周波数は 100kHz。さらに高くしていきます、はい。波形がかなり歪んできました。300kHz くらいでこのような波形歪みになってしまいます。 入力電圧の振幅を小さくしてピークツーピークで 100mV の小信号を増幅していますこの時はさらに特性は良くなります周波数は 1MHz ですが問題なく増幅できていますさらに周波数を高くしていきます 2MHz になりましただいぶ波形が歪んできましたね若干三角波っぽくなってきましたこれは完全にスルーレートの影響ですさらに周波数を高くしていきます ノコギリのようになってししままいました完全にスルーレートが足りていませんねこんな感じで小深幅の信号の増幅なら1メガヘルツくらいまではいけそう大深幅の信号の増幅だと 100kHz くらいが限度かなといったところですそれ以上周波数を高くしていくとスルーレートが原因で波形が歪んでしまいますまあでもよくできてると思いますよディスクリートでここまでできれば オペアンプとして動作することは分かりました次はこちらのスピーカーを鳴らしてみますこのディスクリートオペアンプ出力の部分は結構大きめのトランジスタを積んでいますなのでこのくらいのスピーカーなら鳴らせるはずですスピーカーを出力の部分につなぎますでは実際にスピーカーを鳴らしてみますはいスピーカーから今音が鳴っています結構ね音量大きいです ちょっとうるさいので振幅を少しだけ小さくします半分にしました今周波数は 1kHz ですがこの周波数をさらに高くしていきますこんな感じですね結構うるさいですね今 15kHz です多分ほとんどの人には聞こえていないんじゃないかと思います1軒もですね過労死で聞こえています周波数を高くした時にですね波形は しっかりと出ていますねこのように周波数を低くしても高くしてもしっかりとですね元の波形と同じように増幅されています大体16から 17kHz くらいが聞こえる限界かなといったところです今 440Hz でスピーカーから「ら」の音が出ています入力電圧の振幅を大きくしてどのくらいの音をですねこのスピーカーから出せるか見ていきます音量を大きくするとはい 即歪んでししままいましたね今入力電圧はピーク2ピークで3 0 0ミリボルトです出力の電圧のところがクリップしてしまっていますですので音もですねちょっと歪んだ音が聞こえています基本波は 440Hz なんですけどもさらに高周波の成分が出てきてしまっています特にこの上の部分が完全にクリップしてしまっていますね これはディスクリートオペアンプの出力部分のトランジスタのドライブ能力を超えてしまっています他の音源も用意しましたこちらの改造呼び込み君です本体のスピーカーを外して裏から配線を出していますこれをつないでみます実際に鳴らしてみますポチッ結構音がでかいですこの波形について少し見てみます呼び込み君の波形を見ていますがこれ DQ アンプで これ、変調方式が違いますね。この小さい筐体で低消費電力で大音量を鳴らす必要があるので、変調方式も通常の AQ、BQ とかじゃなくて、d 級アンプを中身に使っているようです。このように DQ の変調がされた音源でも問題なく鳴らすことはできました。 というわけで今日はディスクリート部品だけを使ってオペアンプを自作しました特性としては問題なく動作しているレベルかと思いますオペアンプとして使うだけではなくて実はこれオーディオアンプの回路とかなり似ています実際にスピーカーをつないで音を鳴らしてみましたがしっかりとスピーカーを鳴らせましたなかなかいい出来かと思います今回実際に作ってみた回路やシミュレーションファイルはブログの方にありますのでそちらもぜひ確認してみてください概要欄とコメント欄に書いておきますというわけで今日のスポンサー のディジキーの紹介です。どうぞ。 今日はオペアンプをディスクリート部品だけで自作しましたが実際のオペアンプをどういうふうに使うのか気になった方多いかと思います今日紹介する Tech Forum ではそんな疑問を解決してくれます例えば「DigiTechForum」のオペアンプの欄を見てみるとオペアンプのスルーレートの条件やゲイン待機幅いわゆる GB 席ですね今日の実験でも見てもらった通りオペアンプは周波数が高くなってくると設定した倍率通りには増幅してくれません周波数が高く なると出力の振幅がどんどんと下がってきます。そういった解説であったりその他にもオペアンプで使う反転増幅回路や非反転増幅、回路作動、アンプなどあります。あとは参考文献に書いてある青いリンクの部分、ti のエクセレントペーパーとかグレートアプリケーションノートとかありますが、そちらにもオペアンプの回路たくさん書いてあります。こちらもぜひ参考にしてみてください。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。 以前アナログデバイスのスポンサー案件で使った USB オシロスコープでこのディスクリートオペアンプのディスクリートオペアンこのディスクリートオペアンプのボード線図を書いてみます T シャツ販売中詳しくは概要欄から。